はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠澤亮司でございます。東京地区支部長大募集中であります。5月4日 NHK スクランブルでも in 渋谷開催いたします。ご予定あげといてください。警察とのあの手続き、申請書類出しがまだ終わってませんので正式に告知はいたしませんけれども、今日公園使用許可渋谷区の、取れまして、ほぼ実施は確定であります。5月4日午後は皆様渋谷に GO ということで、FNF 報道、FNN 報道、政府はウクライナ政府から要請があったことを受け、化学兵器対応の防護マスクや防護衣に加え民生品のドローンを提供する方針を固めたと。数やあの金額は書いてありませんでした。民生品ですから、あのアマゾンで買えるようなドローンを、あれすんのかな、中国製じゃねえだろうな。ネットの反応です。売ってるのを送るから現地で勝手に改造しろってことだろ。何でも役立つだろう。民生ドローンの本領は偵察、戦果を撮影してプロパガンダ、運搬用ドローンは需要高そう、着弾を監視して微調整する観測種に、観測種って今あんまし聞きませんけれども、昔はね戦艦の一番高いとこに、追ってですね、まあ手法を打って、その着弾を見てですね、調整、右に何歩なんつってする観測種がおりました。ドローンは兵器提供にならない、某国産の攻撃用ドローン開発が急務と。武器っぽいものを送るとですね、軍火の音ガーッつってですね、左翼がうるせえから、まあアマゾンで売ってるようなもんなら文句言うまいってことで民生用ってなったんでしょうね。あと自衛隊が開発してる偵察用ドローンなんか、秘密がバレるんでやらんねえからね。まあ民生品送ってですね、現地で好きなように改造して戦争に使うのは勝手ですしっていうことなんだと思います。日本政府の、一番のあれはですね、武器輸出三原則かなんかどっかにあってですね、まあ明文化はされてないですけど、それだっつって特殊野党やテレビが騒がないように民生用を支援すると。左翼が何十年もですね、異常な情熱で防衛妨害嫌がらせ、これを面倒と思う気持ちが一番の敵じゃないかな。また何癖つけてるわっつってほっときゃいいのに、まあ強い気持ちでいらんないんでしょうね。ジャベリン抱えたウクライナ兵がですね、索敵、敵のあの戦車を見つけるのにドローンをスマホで操作している映像なんかも公開されておりました。自衛隊は最近までですね、偵察用は開発してましたけれども、攻撃用ドローンはですね、人民軍には通用しないだろうって考えて消極的だったそうであります。攻撃用ドローンの開発ね、まあ、リーパーとかありますけれども米軍にはね、つい最近3機ぐらい自衛隊でも導入したってニュース見ましたけれども、ロシア・ウクライナ戦争でドローンが大活躍、まあ、これ見て考えが変わってですね、攻撃用も開発するってことになりました。めでたしめでたし、自衛隊さんね、まあまあ戦争経験すると、ガラッとねこれまでの考えが通用しないなんてことはよくありますよね。湾岸戦争でイラクが持ってる T-72 っていう、1972年採用のソ連製戦車がアメリカの M1 エイブラハムって戦車にボコボコにやられて、全然ねM1 は全くやられないのに一方的に壊滅させたっていう事件がありまして、それ以来ですね、ソ連製の戦車大したことないねということになって各国の軍事に影響を及ぼしたんですけれども、
まあ、あれですね、大日本帝国も、それまで戦艦をですね、飛行機、戦闘機で沈めるのは不可能であるって思われてたんですけども、まあ、開戦早々ですね、イギリスのチャールズ・オブ・ウェールズっていう戦艦を飛行機、戦闘機で攻撃して沈めまして、ガラッと変わりました。そっからのね。で、アメリカがこれからは空母っつって、空母をガシャガシャ生産してですね、なんでドローンの攻撃が人民軍には通用しないって考えたのかは、不明であります。全く不明であります。一本の画像や映像で世界が動くこともあるし、まあ、撮影は重要ですよ。ベトナム戦争のゴ・ディエムっていうベトナムの独裁者に抗議してですね、僧侶が座ったまんまガソリンかぶって焼身自殺しまして、それでですね、ケネディ大統領激怒しまして、ダメだな、ゴはっていうことになりまして、世界が動いたなんて話もありますし、帝国としては民生品のドローンの思いがけない活用方法とかデータが取れていいですねって話なんですけど、まあ本当言ったら国産兵器のテストしたいところですけれどもね、なんせ左翼が騒ぐから、左翼必死の防衛妨害も聞いてるのは、まあ自民党のじいちゃん議員どもだけなんですけど、っていうのは一般の国民、日本人はもうとっくにおかしいよなって気がついてる。左翼の妨害は気にしなくなってるって話。産経新聞調査、防衛費増額すべき 57%、 年代別20代 64.6%、 30代 68.7%、 40代 58.9%、 50代 52.3% で来まして、まあ70歳以上まで、調査してですね、若い年代ほど高い賛成であるという結果になりました。まあテレビの影響も多いんでしょうね。70歳以上の人はテレビばっかり見てる人が多いから、まあ洗脳されちゃうんでしょうね。ネットの反応です。若い方が増額賛成傾向が高いのはいいことだ。このスレすげえな。発狂左翼が大量に、九条破棄のスレに湧く連中と同じだよね。まずはこのスレに大量にいるスパイの炙り出しを。安上がりな核兵器が欲しい。先に福祉や医療をとかいうやついるけど、そもそも国防がなされなきゃ、病院行っても薬が出ず年金ももらえない。まあ国家あっての医療だ、国家あっての福祉だ、国家なければ生命も財産も自由も何にもなくなっちゃうことはウイグルとチベット見ればわかりますよね。全て奪われるんだからね。若い世代ほど防衛費増額に賛成はですね、こうじゃないかって私考えるんですけど、人生の残り時間が長ければ、20代の方になってあと50年ぐらいはあんだろうな、長ければそんだけプーチンみたいな強人が発生する率も高いですよね。で、70歳以上が一番消極的なのも、まあ、テレビの影響もあるんですけど、わしが生きとる2、30年は大丈夫じゃろ。っていう思考なのかな。それで医療費とか減らされると、そっちの方が嫌だな。っていう考える、という思考なのかなって思います。まあ、それでもですね、70歳以上でも、50.4% が賛成。これには、左翼発狂不可避ですね。まあ、連中はですね、外国に侵略されることを夢に見る異常者どもですから。連中はね、まあ、敗北主義者って言うんですけれども、外観誘致主義者とも言うんですけど、まあ、異常者どもはですね、いくら兄ちゃんで発狂しても、今後5年で、倍増の11兆円にすることは
決定済みであります。先進諸国と足並みを揃え、だからしょうがないですな。まあ、せいぜい発狂してですね、そういう敗北主義者の左翼はせいぜいこういうニュースに発狂してもらってストレスを感じてですね、免疫が低下して万病のもとの風邪をひいてくれないかなって思っております。我ながら意地が悪いな。さらに左翼発狂不可避ネタ、三菱重工トラックで運べる超小型原子炉を2030年までに販売すると発表しておりました。名称はマイクロ炉、出力は500キロワットだそうであります。大型のですね原発は100万キロワット程度なんで2000分の1の出力だそうであります。その代わりトラックに詰める。で、被災地の緊急電源とかにいいんじゃねえのと一応説明がついておりましたけれども、ネットの話です。ドラえもんに一歩近づいた。鉄腕アトムもそうなんですけど、ドラえもんと鉄腕アトムの動力は小型原子炉であります。なるべく早く頑張ってほしい。これ積んだトラックは高速道路で無敵。いやいや、燃料棒突っ込んだ状態で運搬しねえだろ。燃料棒抜いて、空容器空の炉にして運ぶだろ、いくらなんでもさ。潜水艦やイージス艦にこれを積んだらどうなるの。手早くですね、原潜とか原子力イージス艦になっちゃいますけどね、原子力列車とかできそう。これはちょっと危ねえんじゃねえかな。任意の場所でメルトダウンっていう、国内でこれを使う事態はウクライナみたいな状態になっちゃって本土決戦なんていう時に使うんだろうな。そのままトラックの動力にすれば無限に走れる。これも危ねって、燃料棒突っ込んだ状態で、走り回ったらちょっと危ないんじゃないですか。これを H3 ロケットに詰めば弾道ミサイルの完成。まあ、そうなのかな。これちょっと短絡的ですね。原子炉発電に使う、ウランはですね、ウラン235がちょっとしかなくて、ウラン238が9割以上の薄いやつ使います。薄いやつ、で核兵器に使うのは逆で、ウラン235が9割以上のものを使えます。なのでちょっとこれは違うなと思いますけれども、発電量500キロワットっていうのはですね、4人家族927世帯分だそうであります。多いんだか少ないんだかよくわかんねえな。一つあれば被災地の1000世帯の電力賄えるってことかなって言われてもなんかピンときませんね全然ね。船に積んだらどんだけ走れんのみたいな、そんな感じの方がわかりやすいんですけどね、よくわかんねえな。一度燃料棒を差し込めばですね、あとは10年でも20年でも発電し続けるはず。これ抜くのも大変なんですけど、現地、っていうのは掲示板を見に行ってませんが、これにも発狂左翼が大量に湧いてそうな予感がいたします。兵器の開発はやめてとかなんとかね。あいつらね、よく分かってねえから、その原子炉と弾頭ですか、核弾頭の、使用するウランからして違うんだっていうのもよく分かってませんからね。なんせ2030年までとか言ってるけど、相当開発は進んでるはずなんですよ。でないと左翼発狂不可避なのに発表するわけもないんだな、これが。日本の原発技術は世界一と、そのまま出雲と加賀に積んでしまえ。で、地震なんかあったら、その近辺に停泊して電気送ってやっとかね、それがいいんではないでしょうか。出雲とか加賀みたいなでかい船じゃなくて、もうなんせマイクロですから、もうちょっと小さいですね、金剛とかマヤとかイージス艦にも詰めますわね。今日
4月19日、1ドル128円を記録。20年ぶりの円安だそうであります。ドルもユーロもそんなに下がってないね。円だけ下落してるんですけど、その理由、これあくまで私の試験、私の意見なんですけど、ウクライナの次は北海道って世界が考えているからでは、からでは。なので円が売られておると。日本企業の株式持ってると危ねえかなんか言って、売っちまえっつって、まあ円をゲットする、それをドルに変えよう、使えるように、つってですね、円が売られると、まあ円安になりますよね。あくまで仮説です。異論は認めます。世界中の投資家が、ウクライナの次は北海道、ロシアが攻めるんじゃないか、って思ってる。私の推論であります。ウクライナオープンズルシアンドローンファインキャノン DSSLR インサイドということですね。ウクライナ軍が撃墜したロシア軍偵察ドローンを分解したところですね、中のカメラ部分にですね、キャノンイオスがそのまんま使われていた。なんかイオスの部品とかじゃなくて、イオスがそのまま埋め込んであったっていうニュースですね。ネットの話、民生品まんまか。北朝鮮なんか日本製ばっかりで、制裁してるから、そのドローンも作れなくなる。部品の流用かと思ってたら、そのまんま入ってて笑った。ソニーは高いもんな。北朝鮮工作員がですね、秋葉の電気街で、ミサイルとか弾頭に使うですね、トランジスタなんかの部品を、せっせと買ってた話は有名であります。ロシアのカメラメーカーなんか全く聞いたこともありませんので、まあ、きっと作れないんでしょうね、優れたものはね。あるはあるんだろうけど、絶賛ノージャパンってやってたですね、韓国ですらメディア、新聞社やテレビ局が使うカメラはキャノン、ニコン、ソニーばっかで、それ指摘されてました。でね、ロゴのとこにガムテープかなんか貼って隠しちゃったりなんかして、そういうとこだぞ。そういうとこだからな。いつまで経っても先進国になれねえのはな。紙くずルーブルもらってもしょうがないんで、日本企業はまあ売ってあげないでしょうね。カメラを売ってルーブル、はいっつってもらっても帰らんねえもんね、他のにね。なので日本企業は撤退済みであります。なので今後は、ロシアはドローンの生産に苦労します。思いっきり。何十年も前なんですけど、これを見てらっしゃるおっさん、おばさんたちには、記憶に新しいかと思いますけれども、亡命したミグ25の制御に真空管が使われてて、驚かれたって事件がありまして、その昔、トランジスタじゃねえの、みたいなね。真空管なの今時みたいな、驚いた事件がありまして、真空管、半導体も手に入んなくなりますよね。カメラも手に入んなくなりますよね。真空管でドローンって作れんだろうかな。あとロシアンカメラで鮮明な映像撮れんのかな、ドローンに積んでカシャカシャ撮ってもな。まあ今後のロシアが見ものであります。まあ、中国がせっせっせっせと陰で支援するんだかなんだか分かりませんけどね。でもそれでね、撃墜なんかされて、これは中国製なんてバレット、またちょっと立場悪くなるね、中国は。まあ中国が立場悪くなるのは、帝国としては、上場っていうか、国益なんですけどね。そういうわけで5月4日、デモやります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。